演舞開演。どうも、本日はこちらマルハニチロのフルティシエちょっと贅沢いちごを食べたいと思います。この中に贅沢ないちごのゼリーが入っているというものなんでしょうか。うわ、飛んできた。確かに大人っぽい味ですけど、なんか違う。では、いただきます。ちょっとどころかだいぶ贅沢ですよ、あなた。ゼリーの部分はさっぱりしていて、その下にはイチゴの果肉は、イチゴの旨味がたっぷりと味わいました。あの甘酸っぱさ、でもジャムとも違うような口の広がり方が本当に独特な感じがしましたね。他のゼリーではこんなの食べたことなかったです。なのでこちらの点数とさせていただきます。1、木曜日、風鈴の音、あ、心地よいや、心地よいや。なんか強引ですね。またご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。